ひでまろチャンネルのご覧の皆さん、こんばんは。まあ、暗いんでね、こんばんはで、ね。今日はここ、狭山公園に来たんですよ。なぜかって、ここ、実は、いわくつきの池があるみたいなんですって、噂を駆けつけて、ここまで来たんで、どうやらここからちょっと歩くみたいなんでね、ちょっとそこまで頑張って、今から歩いてきますんで、皆さん、楽しみにしててくださいね。では、行ってきます。レッツゴー!はい。ということでね、やっと目的地のここ、タクベイ家かな?ここにやっと着きましたよ。あれから入り口から入って約10分ぐらい歩いてね、ちょっと途中枝分かれの道があって、ちょっと迷ったの、もう込みで10分ぐらいなんですけど、着きました。タクベイ家。別名ね、タッチャン池っていう、まあ湖なんですけど、湖、まあ池か。と、ここの、池っていうのが、いわくつきでして、何かっていうと、大正14年、ね、大正14年、大昔ですよ。たっちゃんっていうちっちゃい子が、ここの池で溺れて、まあ、亡くなったと。ね。で、プラス、その溺れてるたっちゃんを見て、大人二人が助けに入った池なんですよ。でも、その大人二人も、なぜか池ですよ。波とかもないのに、溺れて亡くなったんですよ。何なんだろうなって。おかしいじゃないですか。で、これがまたちょっと不思議なんですけど、池から白い手がこう出てきて、たっちゃんの手とか、まあ体とか、で、大人二人の体だとかを掴んで沈ませたっていう、いわくつきの池でもあるんですよ。で、そっからたっちゃんが亡くなったっていうことで、たっちゃん池って言われてるんですよね。でも、思うんですよね。何を思うかって、白い手が出てきた。出てきて引きずり込んだっていうことは、友達が欲しかったんだろうな。僕は霊の気持ちを考えて、だ、こんな広い湖だと、あ、今暗いですけどね、こんな感じです。昼はこんなに綺麗なんですけど、夜だとこんな広い海の中、その白い手ってことは多分俺は女性だと思うんですよ。その女性が広いところで一人だったら寂しかったんだろうな。だから友達欲しい。ちっちゃい子だったら仲良くなれる。で、邪魔に入ってきた二人も邪魔しないでっていうことで、なんか、抑え込んで、ゆくゆくは、まあ、こいつらも仲良くしていけばいいか、っていうことで、引きずり込んだ、込んじゃったんじゃないかな、って、僕の推測ですけどね。まあ、例の気持ちですけどね、これはね。まあ、それは皆さんの任せますよ。そこはね。てか、見てくださいよ。まあ、ちょっとね、草しか見えないですけど、本当は、めちゃくちゃ見えますよ。これ、柵があって入れないですけど、めちゃくちゃ広いんですよ。あと、深さ。いけません。よく、昼間だと、ここ、犬の散歩だとか、ジョギングとかね、やってる人が多いんですけど、本当に綺麗な湖なんですよ。池なんです。だから、普通に心霊スポットじゃなくても、遊びに来てもおすすめの公園です。ぜひ遊びに来てはどうでしょう。ということでね、以上、たっちゃん池からひでまろがお送りいたしました。ありがとう。チャンネル登録よろしくね。